お任せください。よし、出撃準備だ。町の外に陣地を構築。クロエは各配置の保証に連絡してくれ。わかりました。陣地の方はこちらで手分けして当たります。ようやく見つけた。あなたは市場を教えてくれた。私はリディエル。あんたは反乱軍だろ。そう警戒しないでくれ。有益な情報があるんだ。買わないか？情報？どんな？港に手を出せば手ひどい仕打ちを食らうぞ。あんたたちが来るのを向こうは気づいてる。だがちょっとばかし払ってくれりゃ、奴らの人数から配置箇所まで教えられる。前につけてきていたのはそういうことだったの。敵が知っているのはあなたが私たちの情報を売ったからね。情報を買う気がないならもう行けよ。この前街で聞こえたけど、あなた騎士を目指していたのでしょう。なんでゼノイラと戦わずにこんなことをしているの？エルフの国じゃ私のような半エルフは騎士になれないのさ。母さんが人間なんかと一緒になったせいだ。あんたの方こそ本気でゼノイラを相手にする気か？勝てるわけがないだろ。無駄死にだ。無駄じゃないわ。きっと世界は変えられる。たとえ私たちが死んでも、誰かがいつか必ず。世界を変えられる。死んだら元も子もないだろ。結局それじゃ無駄死にさ。ゼノイラと戦った母さんがそうだったように。
撃する。行きます。仰せのままに。私を見ておけ。ご命令のままに。目標地点へ進軍する。俺の番か。するか。行けばいいんだな。この槍、民のために。答えてみせよ。ああ、行こう。ご命令のままに。必ず全うしてみせる。お力になります。いつでもやれる。答えてみせよ。この身砕けるまで戦おう。どうよ。お、強えぞ。次の一手はいかに。逃げるわけにはいかねえんだよ。色が悪いですね。
おじけづいてる場合かよ。くそ、シャレにならねえな。よし、行こう。出撃する。出撃する。ご命令のままに目標地点へ進軍する。ここからどう進軍するか。よし、俺が相手だ。少し通す。ライダーじゃ。はっ。まずはこのまま行こう。やったぞ。さて行くぞ。考えるんだ。いつでもやれる。私に任せろ。好み砕けるまでか。ご命令のままに。良いものを回収した。好み砕けるまで戦おう。仰せのままに。ご命令のままに。必ず全うしてみせる。次の一手はいかに。好み砕けるまで戦おう。仰せのままに。天使を前に愚か。受けろ。しまえ。行くぞ。受けろ。しまえ。追いつかせ。受けろ。そうだよ。行くぞ。外すか。こうだ。当たれ。届け。ねじ伏せろ。当たれ。そら当たれ。終わってねえぞ。私を見ておけ。答えてみせよう。ああ、行こう。容赦はしない。いつでもやれる。さあ来い。
飛び立つ。このまま行くのは得策ではない。我が誇りにかけて見せてやろう我らの力。備えますよ。私も行こう。守ってクライダー頼むわ。決まれ。それ元気になって。期待してるわ。回復するわ。回復します。頑張って。やり強化するわ。これでどう。こしゃくな。民に捧げる。民のためにも。危ねえ。すぐに回復する。回復するわ。行っておいで。この槍、民のために。目標地点へ進軍する。翼が折れようとも心は折れん。ああ、行こう。俺が相手だ。
さて。考えるんだ。いいものを手に入れた。どう出るべきか。行くぞ。出撃するぜ。俺を見とけよ。出陣いたします。彼より役に立ってみせますわ。どこへでもひとっ飛びですよ。お力になります。お望みのままにいたしますわ。お任せください。はい、俺の番か。任せとけ。彼より役に立ってみせますわ。仰せのままに。このまま行くのは得策ではない。私に任せろ。我が誇りにかけて共に戦い抜くのだ。おまじないだよ。叶えますよ。これでどう？我が魔力よ。それ。休みましょう。癒しの力よ。これで締め。いい調子ね。勝利は我が手に。この身砕けるまで戦おう。仰せのままに。積み重ねよう。考えるんだ。向かおう。次のご指示は。制圧完了した。好きにはさせない。残念ね。ここは俺が。鬼するぞ。ダメ。よし、やったぞ。ご命令のままに。目標地点へ進軍する。どう出るべきか。行くぞ。
容赦しません。癒しよ。気張っていく。行くぜ。この調子で行きましょう。感じるよ、強くなったの。一歩ずつ前に進みましょう。どうよ。ああ、出発だ。お力になります。ご命令を、王子様。彼より役に立ってみせますわ。飛び立つ。民のためにも。使命を果たすぞ。集中するんだ。飛び通しだぜ。やってくれたね。すぐに回復するわ。援護するぜ。させねえ。反撃だ。それ、援護するぜ。やっ、これでどう？ぶっ投げる！てぇ！お見通しだぜ！ひしきしょう！かかったね！癒しの力よ！てぇ！やってくれたね！そりゃ！勝利こそ全て！この身砕けるまで戦おう。仰せのままに。お任せください。向かいます。お望みのままにいたしますわ。向かいます。命が惜しくないようだな。好きにはさっそこよ。やっちまえ。引き抜け。回復するわ。力をぶち抜け。すぐに回復するわ。やっちまえ。貫け。おまじないだよ。静かにして。まだね。元気になって。ぶち抜け。これでどう？回復するぜ。神に捧げる。ご命令のままに。目標地点へ進軍する。民のためにも。共に戦い抜くのだ。反撃だ。回復するわ。どうだ。やってくれたね。すぐに回復するわ。クライナー。これぞ使命。執念が私を強くさせる。どこへでもひとっ飛びですよ。ご命令を、王子様。あちらですわね。お任せください。了解です。この槍、民のために。必ず全うしてみせる。考えるんだ。
よし。さて、全力で答えよう。考えるんだ。よし。俺を見とけよ。このまま行くのが得策ではない。私の前に立つなんて。じっとしてなさい。行けばいいんだな。この身砕けるまで戦おう。目標地点へ進軍する。危険です。言わんこっちゃない。情報を買わないからだ。あの反乱軍の女、あいつもこれでおしまいだな。でも今なら私が助ければ。いや、そんなことしても何の得にもなれしない。ゼノイラを敵に回して何になるってんだ。無駄じゃないわ。きっと世界は変えられる。たとえ私たちが死んでも、誰かがいつか必ず。あいつ、母さんと同じことを言っていた。たとえ私が死んでも、誰かがいつかか。誰かが戦ってる限り、まだ終わってないとしたら、母さんの戦いも、騎士になれなくったって誇りは引き継げるのかもな。どう出るべきか。行くぞ。誰に盾ついてるとお思いですか。じっとしてなさい。当然の結果です。調子上がってきたぜ。動作もなかったわ。
仰せのままに。思い知らせて差し上げますわ。俺が相手だ。絶対に勝とう。このまま行こう。また一歩進めたら皆を守れる騎士となろう。勝利を積み重ねよう。さて、誰に盾ついてるとお思いですか？どう出るべきか。向かおう。命が惜しくないようだな。見せてやろう我らの力。民に捧げる。身の程知らずめ。制圧した。考えるんだ。よし、さあ来い。おとなしくしなさい。かき乱せ。それ決めろ。よし、どうするんだい。あの場所だな。どう出るべきか。行くぞ。ご命令のままに。必ず全うしてみせる。俺の番か。任せとけ。お望みのままにいたしますわ。向かいます。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。次はどうすべきか。俺が相手だ。これならどう。必勝。くそおとなしくしなっせ。力を出せるか。そうだ、ねじ伏せろ。貫け。行くぞ。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。翼が折れようとも心は折れん。
仰せのままに。どうよ。こんなのが落ちてたぞ。さて、結果で答えてみせよう。次どうすればいい？この槍、民のために。目標地点へ進軍する。彼より役に立ってみせますわ。我が誇りにかけて使命を果たすぞ。おまじないだよ。お見通しだぜ。かかったわね。それさせるか。させる。まだよ。切り刻む。すぐに回復する。そりゃまだまだ。とりゃ援護するぜ。そりゃそりゃ、お見通しだぜ。とりゃこれぞ使命。見てて、母さん。よし、行くか。はい。考えるんだ。民のためにも。私だって負けられないもの。立ち塞がるというのか。命が惜しくないようだな。私の愛はもう限界のようだ。到着。一度撤退いたします。士気が高まってきたな。次どうすっか。俺を見とけよ。行けばいいんだな。我が誇りにかけて。しばしの休息が必要だ。よし、着いたぞ。出発だ。この身砕けるまで戦おう。必ず全うしてみせる。到着しました。なめてんの。民のためにも。立ちふさがるなら排除する。お願い。させるか。来られるか。追いつかせ。それ。まだまだ。くそ。ついて来られるか。それ。このまま進むぞ。どう出るべきか。向かおう。私だってやれるんだ。あの場所だな。容赦はしない。なんだやんのか。厳しい戦い。立ちふさがる。勝負しようじゃねえか。力を奪います。
舐めてんじゃねえぞ。キレキになって。クラナ。ふざけ。力。お返しだ。強くなった気が。どこまで強くなる。足手まといにはなりませんよ。楽勝だぜ。俺の番か。行けばいいんだな。見てて、母さん。了解。着きました。天使を前に愚かな。考えるんだ。どうするんだい。次どうすっかな。容赦はしない。天は見ているのだ。よし、私だってやれるんだ。どう出るべきか。負ける気がしねえ。さて、行くぞ。考えるんだ。頑張りますよ。どうするんだい。いいじゃねえか。到着した。私を見ておけ。行こう。俺の番か。お任せください。必ず勝つと誓う。手強いが負けん。しよって、この場を切り抜け、必ず責任を取らせてくれるわ。回復します。ゼロ。追いつかせ。休みましょう。折れようとも心は折れん。見てて、母さん。どこへでもひとっ飛びですよ。了解です。おうよ。ああ、出発だ。さて、向かおう。どう出るべきか。危険な相手です。はっ。ヤムソック、回復を。休みましょう。回復します。気をつけて。
どうすれば。私に任せな。勝負しようじゃねえか。見てろよ。諦めてください。回復をせいぜいもがきな。備えますよ。休みましょう。こいつもとこが難しいね。これが俺の力だ。このままでは。答えてみせよ。癒されます。俺の番か。はい、私だってやれるんだ。戦力差は気力で補う。なめてんじゃねえぞ。周辺を完全に制圧しました。聖教の僧侶らも全員います。ともかく無事でよかった。王子、連れてまいりました。君が人質を助けてくれたリディエルか。助力に感謝する。いえ、アレイン王子、彼女は我々と共に行くことを希望しています。リディエルが解放軍に参加を。私も推薦します。殿下、お待ちください。村人の噂ではその者はゼノイラに通じている疑いが。受け入れるのは危険です。そうだ、確かにゼノイラに情報を売っていたさ。だけど今は本気で奴らを倒したいと思ってる。なぜだ。母さんの戦いを私が終わらせるためさ。戦いで散った母さんの死を無駄にしたくない。にわかには信じかねるな。やはりここは一度投獄して様子を。待ってください、ジョセフ様。参加を認めよう。殿下、俺には母の名を汚すような行いをする人には見えない。それに先の戦いでは自ら助力までしてくれた。殿下がそこまでおっしゃるなら、リディエルとやら殿下はこうおっしゃるが、怪しい動きをせぬようこの私が目を光らせているぞ。行動で証明するよ。クロエが信用しているんだ。期待できる。そうだろ。はい。彼女のことはクロエに任せる。ようこそリディエル。みんなに紹介するわ。ついてきて。
ほら、こっち。おい、クロエ、引っ張るなって。
うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。ありがとな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 。店から出たら処分しちまうから、買い戻すなら今のうちにな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 。また来てくる。さあ商品を見ていって。買い取りもやってるよ。
またのご利用。さあ商品を見ていって。買い取りもやってるよ。ありがとうございます。またのご利用。
光らせておく。ご用命ですね。うちは武具専門店だ。ま、うちは武具専門店だ。買い取りもやって。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。ありがとな。ま、